ホンダには面白いからやるという文化があります。今回このお話を伺った際、まさしくこれはホンダのためのプロジェクトだと思い参加させていただきました。ホンダのものづくりの思想の中心にあるのは人です。ヒューマンセンターという言葉を中心にデザインを進めています。ホンダの車作りでは常に走りとユーティリティ、この2つの軸から新しい価値を創造してきました。今回のビジョン GT のモデルにも走りのダイナミズムと人が操るためのファンクショナリティが融合されています。世界中のホンダのデザイナーにこのプロジェクトをやりたい人は手を挙げてと伝えました。グローバルデザインコンペを行い、その中で LA のスタジオからの提案がウィナーとなりました。I thought the Vision GT project was a really cool opportunity. I grew up playing the earlier versions of the game, and to have the chance to drive your own creation was really exciting. Three main concept words we used to develop this vehicle were futuristic, lightweight, and exotic. デザインをブラッシュアップするため、クォータースケールモデルは LA、バーチャルリアリティ技術を活用しながらのモデリングデータはWacomで、それぞれの強みを生かす形で作業を進めました。さらにはスタイリング作業と並行して栃木研究所のエンジニアも加わってハードや走りの面での完成度を見つめていきました。関わった多くのデザイナー、モデラー、エンジニアが開発を楽しんでいました。このゲームのプレイヤーの方々にもドライブを楽しんでいただきたいです。